はい、今回の動画は Excel で複数の空白セルを素早く選択する方法をご紹介します。で、Excel でこういった表で空白のセルがね、こう複数あった時に、この空白のセルのところにですね、まとめて同じデータを入力をしたりだとか、もしくはですね、セルにですね、色をつけたいなんて言った時にですね、この空白のセルを選択をしていくんですけども、この空白セルがね、2つとか3つぐらいであればですね、例えば1個1個ね、選択をして入力をしてもいいでしょうし、もしくはね、キーボードのコントロールキーを押しながらね、こうクリックをしていってもですね、まとめて選択をすることができるんで、これでもいいと思うんですけども、この数がですね、結構多くなってくるとですね、こういった形でですね、一つ一つ選択していくのは面倒だと思いますんで、まとめてですね、一発で空白のセルを選択をすることができます。それでは早速やってみたいと思うんですけども、まずはね、その選択をしたいですね、表ですね。こちらはね、マウスのドラッグとかで全体を選択をしてもらって、ホームタブの中にあるこの検索と選択というところをクリックします。はい、次にこの中の条件を選択してジャンプというところをクリックします。そうするとこの選択オプションのウィンドウが開いて、この中にですね、空白セルという項目がありますので、こちらにチェックマークをつけて OK ボタンをクリックしてください。はい、そうするとこういった形でですね、今選択範囲の中にある空白セルだけをですね、一発で選択をすることができますので、あとはね、例えばここにですね、セルに色をつけたりだとかっていうのもね、簡単に素早くすることができると思います。はい、といったことで今回の動画では Excel で複数の空白セルを素早く選択する方法をご紹介しましたけども、ちょっとしたことではあるとは思うんですけどもね、作業の効率化につながると思いますので、覚えておいてもらえると便利かなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。